皆さん、こんにちは。今回は背景画像を作成するプロンプトを説明します。随分基本的なことをやるんだな。背景ぐらい誰でも作れるんじゃないのか。はい、作れると思います。ただ、作りたい背景が浮かんだ時にパッとプロンプトが浮かびますか？そう言われると、急には出てこないな。そうですよね。今回は基礎的な内容ではありますが、作りたい画像をプロンプトに落とし込みやすくするための型を紹介していきます。すでに自分のスタイルを持ってる人は不要ですが、初心者の人には役立つと思うのでご参考ください。また後半はより印象的な背景を作るための方法や手段をご説明していきます。ところで型ってなんだ？プロンプトを投入するとき、毎回一から考えると大変なので、あらかじめプロンプトの構文みたいなものを準備することです。スタイルと同意です。なるほど。特に背景画像の場合、型に当てやすく、あまり深く考えなくても良い画像ができることが多いです。ではもったいぶらずにその型をとっとと紹介してくれ。こちらです。あらかじめ言っておきますが、これはあくまで服主が使ってる型であり、この通りである必要は全くありません。紹介する型を参考にして、皆さんのオリジナルの型を作っていくのが良いと思います。それよりもこの図見てもよくわからんぞ。失礼しました。それでは説明していきます。画像を作る際に最初に決めておくことは画風です。写真のような背景を作りたいのか、それともアニメ風の背景を作りたいのか、それによって一番重要な画風が変わります。リアルな写真を作りたければフォトグラフィーを選択すれば良いということだな。はい、図の並びの通り、右側になるほどリアルからイラストの画風に寄っていきます。虹だけオプションで、それ以外は単語投入です。虹はキャラ作成で使うことが多いが、風景のみでも有効なんだな。そうですね。ただ虹はバージョン6に現時点で対応してないので、バージョン 5.2 を使用することになります。続いて主題に行きます。主題には作りたい背景のメインテーマを入れます。サンプル欄にある草原や森、山といった自然背景や、田舎町や都会といったような街並みの背景です。特殊な背景を除くと大体こんなもんだよな。特に細かい要望がない場合は、プロンプトは主題までで OK です。ミッドジャーニーは少ない情報でも良さげな画像を作ってくれるからな。そうなんです。なのでなんとなく絵を作る場合は主題までで全く問題ありません。ただ絵にお城を入れたいとか湖入れたいとか、そういう場合は副題が必要になります。副題1には湖や川などの追加の視線、副題2には城や電車などの人工物を入れます。副題3は人間や動物などの生物用です。自分なりにそういうルールを作るということだな。はい、この通りである必要は全くないですが、自分でルール作っておくと迷わなくなります。あとは天候と時間帯ですね。これも入れなくても全く問題ないですが、雨降らしたいとか夕方にしたいとか、特定の要望があるときに入れる感じです。何も指定しなければだいたい日中で晴れだもんな。アスペクト比は必要に応じて変更すれば良いです。以上の通り非常にシンプルですが、このような型を決めておくとほぼほぼ欲しい背景画像が作れます。アングル関連のプロンプトがないけど平気か。今回は背景なのでアングルを意識することは少ないと思います。人や物体をメインに作る画像だとアングルは最重要ですけどね。じゃあ実際に試してみようぜ。僕がリクエストするね。最初はオーソドックスに草原の画像を作ってくれ。画風はどうしますか？比較してみたいので紹介してる例は全パターン試してくれ。副題はどうしますか？後で追加するので、まずは次第だけでやってくれ。わかりました。それでは今の要望でプロンプトを作成するとこうなります。細かい要望がなかったので非常にシンプルです。画像生成結果はこの通りです。なるほど、フォトグラフは写真そのままだな。フォトリアリスティックはリアルと間違えてしまうレベルの画像だ。そして何も指定しないパターンは写真とイラストの中間という感じだな。 2D アニメになるとはっきりイラストと判別ができる画像になったな。イラストレーションは先の2つより少しイラスト感が強い気がするな。とはいえ色調が少し違うぐらいで、 2D アニメイラストレーションはほぼ変わらないですね。そうだね、人物だともう少し差がわかるんだけどね。最後の虹はよりアニメ感のあるイラストに仕上がった。このように画風により印象がかなり変わってくるので、好みの画風を使っていきましょう。ではこの中からアニメをベースにして副題を追加してみよう。草原だけでは少し物足りないので湖と城を追加してくれ。
わかりました。配置はどうしますか？そうだな。遠くの左側に城を置いて、右側奥に湖を作ってくれ。城には何か特徴を与えますか？古い感じの城にしてくれ。そして、湖は細長い形にしてくれ。了解しました。今の要望を取り入れると、プロンプトはご覧の通りとなります。副題1の部分に、湖に関するプロンプトを入れて、副題2には城に関するプロンプトが入ってるな。確かにこのように型にはめると、プロンプトを作るのが簡単に感じるな。人や動物はどうしますか？それも加えたいが、一旦この段階での結果を見てみたい。では、このまま生成しますね。結果はこちらです。保護指定した通りに湖と城が配置されてるな。バージョン6になってからプロンプトの認識力が上がり、複数の指示に対する精度が明らかに向上してます。ではさらに動物を追加してみるか。特に動物の種類の指定はなしでいい。あと、天気を雨にして、夕方にしてくれ。わかりました。では、副題3で動物を入れ、カンマで区切り、天候と夕方の単語を投入します。投入するプロンプトはご覧の通りです。結果を見てみましょう。城の位置が少し微妙になりましたが、雨、夕方、動物はほぼ反映されてるな。動物も主張されすぎず、背景画像として溶け込んでて、ちょうど良い感じだ。こんな感じで、型に沿って要素を追加していけば、簡単に、そしてある程度意図した通りに作れます。もっといろんな要素も追加すれば、さらに細かくできるな。いえ、そうとも言えません。バージョン6で認識度が上がったといえど、これ以上要素を増やすと、精度が落ちます。プロンプトを認識できたり、できなかったり、結構不安定になるので、ある程度精度を保てる限界はこれぐらいと思っておいてください。そうなんだな。たまに、すごく長いプロンプト入れてる人見るけどな。数打ち当たるですよ。その1枚の成功の裏に、莫大な数の失敗があるはずです。草原の背景パターンしか紹介してないので、他のパターンをいくつか紹介したらどうだ。そうですね。作り方は同じですので、後半戦の前にいくつか紹介していきます。こちらはキャニオンですね。主題だけで、副題は入れてません。背景として全然ありだな。続いて雪原です。こちらは副題で城を入れてます。雰囲気出てるね。こちらは砂漠、副題でラクダを入れてます。結構リアルよりだね。次は、主題が田舎町、副題で電車です。田舎町の背景も悪くないな。続いて、主題が東京、副題が流れ星と月で、時間帯を夜にしてます。こりゃ流星だな。最後が、主題が道で、副題で風車です。いいね、北海道のオロロン街道を思い出すな。では紹介画像はこれぐらいにして、後半戦行きます。背景画像を大きく変化させる手段の一つとして、画材を指定するという手段があります。例えば、水彩画や油絵、クレヨンといったものです。これらの画材は画像に非常に大きな影響を与えます。実際に見ていきましょう。まずは油絵です。とても良いな。機械的でなく人が描いた感じがある。続いてが、水彩画です。これも好きだな。趣があるね。今度は、線画ですね。背景で線画ってニーズあるのかわからんな。このように、画材を変えることで、画像の印象を大きく変えることができます。今回紹介した以外にも多くの画材があるので、興味を持った画材で試してみると良いでしょう。それでは最後の紹介です。より個性的な画像にする手段として、アーティストを指定する方法があります。日本だと漫画家がよく使われてますが、漫画家の場合、キャラ画像だと成功するケースが多いですが、背景画像で漫画家を指定しても、うまく機能しないことが多々あります。ですので、背景画を作るのであれば、実際に背景を描いているアーティストの方がうまく機能します。実際に印象的な背景になったアーティスト例をいくつか紹介します。まず最初はジョージ・オールトディです。アメリカの1900年前半に活躍した画家だな。建築や都市をシンプルに描くスタイルが素敵な画家だ。続いてはジェームス・リッチです。こちらもアメリカのアーティストだな。2010年ぐらいまで活躍しており、3D アートの創始者として有名だ。続いてはジュマコレルです。彼女は現在活躍中の英国人イラストレーターだ。背景よりは犬猫などの動物が特徴的だ。次はオスカー・ココスカです。彼はオーストリアで1800年から1900年に活躍した画家だ。アルマ・マーラウの肖像の絵が国立近代美術館で所蔵されている。最後は北斎。これは日本人なら誰もが知ってると思うが、江戸時代後期に活躍した浮世絵師だな。北斎の場合は、
送迎より富士や波があるとよりそれらしい画像になるな。アーティストにも得意ジャンルがあるので、それを知った上でプロンプトを考えるとより印象的な画像に仕上がりますよ。最後、アーティストプロンプトで利用する際は自己責任で判断してくれ。 AI 活用の議論がされている中で、今後法整備が進んでいくので状況に応じた判断が必要だ。自分で楽しむレベルや配信用素材で使うぐらいなら現状リスクは少ないと思うが、生成した画像でグッズを作ったりゲームキャラとして利用するなど商用利用する際はかなりグレーゾーンなので、専門家に相談すべきだ。以上で終了となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくね。バイバイ。